産食材で簡単クッキング、藤沢ご飯。こんにちは、森まなえです。木村まさこです。今回は丸ごとブロッコリーのご飯オムレットを作っていきます。今回はオムレットということなんですが、どのように仕上がっていくんですか？はい、このブロッコリーを丸々1個生地に使っていきます。はい、そして粗挽きソーセージも入るということなんですが、こちら日大で作っているものなんですね。はい、1月の食材は藤沢さんのブロッコリーを使います。今回はご飯として美味しいオムレットです。材料4人分はご覧の通りとなります。ブロッコリーはすべてフードプロセッサーにかけていきます。ブロッコリーを細かく切り分け、フードプロセッサーにかけます。フードプロセッサーで細かくなったブロッコリーですが、どうしていきますか？はい、これをバターで炒めていきます。はい、しっとりとするまで炒めてください。生地には卵3個使います。これぐらい滑らかになるまで卵は混ぜていくんですね。はい、泡立てた卵に材料を加えていきます。はい、まず小麦粉をふるいにかけます。塩を加えます。ではバターで炒めたブロッコリーを入れていきます。はい、これをさっくりと混ぜていきます。この程度になるまで混ぜ合わせてください。はい、では生地を焼いていきます。はい、フライパンにクッキングシートを敷いてありますね。はい、くっつかないようにするために敷いてあります。はい、これ火加減どのぐらいで焼いてた方がいいですか？と弱火であんまり焦げ目がつかないように焼いていきます。はい、片面が焼けたらその上にクッキングシートをかぶせ、残りの面も焼き上げます。はい、では中身を作っていきます。はい、こちら卵2個入りましたね。はい、卵2個を溶いて牛乳を加え、スクランブルエッグを作ります。ウインナーは油を敷かずに焼き上げます。ではすべて整いました。はい、生地にマーガリンを塗っていきます。はい、これは生地が熱々のうちに塗るのがポイントですね。はい、ではチーズを乗せます。はい、こちらに乗せます。はい、さあ続いては、はい、卵を乗せていきます。はい、こちらも真ん中に乗せちゃっていいんですね。そうですね。はい、はい、続いてウインナーを2本乗せていきます。よいしょ。ケチャップと塩コショウをしてラップとシートで包み込み形を作ります。これで丸ごとブロッコリーのご飯オムレットの完成です。朝食にぴったりなおしゃれな一品となっています。はい、ブロッコリーの緑がよく映えたインスタ映えしそうな一品ですね。はい、ぜひ作ってみてください。ボリューム満点な一品、お試しください。